はい、じゃあ頼まれた B1 やってみますね。関数 y イコール4サインカッコシータプラス3分の π 引く2ルート3コサインシータがあると。で1番シータイコール6分の π の時の y の値を求めなさいと。で2番サインカッコシータプラス3分の π イコール a サインシータ b コサインシータ、まあ、これ加法定理で 分配すればいいですね、の時定数 ab の値を求めよう。またシータが0以上 2π 未満の時に y イコールマイナス1を満たすシータの値を求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。まず1個目。あ、問題項ですね。問題項ね。で、1番、シータイコール6分の π だから、この6分の π、6分の π 入れてください。そしたら、y イコール4サイン2分の π、引く2ルート3コサイン6分の π と。じゃあこれが1になって、これここのところが2分のルート3ね。ということは計算してください。4引く、3か。だから1ですね。回答1ね。括弧1番の回答は1と。はい。で、次。2番。じゃあ、加法定理、まあ、書かなくてもいいけど、加法定理より、サインコサインコサインサインですね。サインシータコサイン3分の π 足す、必ず足すね。サインの時はプラスですよ。コサインの時はこうマイナスでしたよね。コサインシータサイン3分の π と。たら、ここのところが2分の1、ここのところが2分のルート3。ってことで、A が2分の1、B が2分のルート3としてください。で、これをもとに次の問題ですね。で、次の問題が、じゃあ Y の式戻すと、今これ、今の問題はここだったんやけど、もともと4はついてるから、Y イコール4、カッコ2分の1サインシータ足す2分のルート3コサインシータ、カッコ閉じて引く2ルート3コサインシータね。もともとの問題がね。じゃあこれで計算してみたら 2サインシータになります。そしたらそれがマイナス1っていうんだから、今回は。じゃあこれで解いてください。で、答案としては、シータが0以上 2π 未満だから、サインがマイナス2分の1って言ったら、シータが6分の 7π と6分の 11π ですね。はい、じゃあそれが回答になります。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。今の三角比用で言うとサインがマイナス2分の1でしょ。三角関数の早見表でサインがマイナス2分の1だから、今6分の 7π、 6分の 11π、 角度はここからここまでね、っていうふうに やりました。いいかな。はい、じゃあ以上です。じゃあ1分ぐらいで消しますね。